ブエノスアイレス郊外のエセーサにある国際空港。正式名称はミニストロピスタリーニ国際空港だが、ブエノスアイレス市街地から南西に約2 5キロメートルで、所在地のエセイサからエセイサ空港と呼ばれることが多い。アグスティン・ペドロフストロロン大統領時代に建設大臣だったファンピスタリーニにちなんで名付けられた。 1935年法律第12.285号によりファンピスタリーニが国会に提出した計画が上下両議員で可決されたものの1945年に本人がエデルミロフリアンファーレル大統領の副大統領に任命されるまで工事は開始されなかった現在まで空港の敷地内にアクセスする鉄道がなく付近には 路下線のエルハグエル駅があるものの、ターミナルビルと滑走路を挟んだ反対側に一致しており、駅と空港の間の移動には路線バスの利用が必要となるため、市街地との間はバスや自動車で直接移動することが一般的である。ありがとうございます。